あかんここほんまにあかんわ、まあうん、ちょっと出ようって言ってで出ていきましたねいやだから多分えー、どうも柴田修平です 始まりました。島田周平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。チャンネルですね、メンバーシップの方もありますので皆さんぜひね、興味ある方よろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録、グッドボタン、あとね、コメントの方もいつもありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。さあ、今回ですね、本当にビッグな方、お越しくださいました。もう大大大人気。はい。ジョーブログよりですね、ジョーさんです。お願いいたします。ありがとうございます。<laughs> ありがとうございますお招きいただき、大阪の方からわざわざありがとうございます。いやいやいやありがとうございます。本当にあの実物見るとあの思ってた以上に男前で、いやいやいや、肌ツルツルで、目キラッキラで、腹筋バキバキで、もうどこもないですね欠点があなた。もうこんな暗い怪談話するセットの中でめちゃくちゃ濃めってあと声張ってるし、よく言われるんですあの会談チャンネルなどに、お前のが大声をせで耳がもうバーンってなるんだみたいな。 ありますけどもね、すみません、慣れていただいて。すごい違和感です。廃墟の中で、二人でめっちゃ明るいトークしてるみたいな。いやね、すごいっすね。いや、そうなんです。暗くしてね。僕のチャンネルの方と同じ部屋ですよね。そう。あの、コラボさせていただいてて、あの、僕もお邪魔をしてですね。手相見させていただいてんですけども。その時は、これパネル裏返して。おめでたいようなセットで。ですよね。占いをさす、あね、受けさせてもらいましたけど。 談話ですよね <laughs> 僕でもねいろんなとこ旅してるんですけど世界中回られてますよねはいあとは最近やったら廃墟とかもそうですけど<ー>なんか昼を中心に廃墟巡りしてるんですけど、ま、夜心霊スポットのユーチューバーさんたちがそこをあの心霊スポットとして撮影してたりとかもするんですよだけでもなんですけど僕見たことないんですよあへえはい 幽霊自体は僕見たことなくてあれだけいろんな場所がね回ってたらね一回ぐらいありそうなもんじゃないですかいやだから霊感がないんでしょうね一回だからあの本当に見ようと思って<う>心霊スポットのトンネルのほんまにほとりで野宿したことありますえらい場所で野宿しましたねはい。でどうなりましたあでも何もなくでしたねは,<ー>はい。あとそれこそ樹海でもありますね樹海<ー>で野宿もしたことありますね、えー、どうでした、はい いやでももう警察の方が来られてみたいなでもあのそのそなんていうんですかテントまだ張っていいゾーンというか入っていいゾーンみたいなのがあるんですけどまあその入り口のところででまあ警察の方が来て喋って終わりましたねあちょっとほんじゃまあ一晩だけここでちょっとね野宿してだけで終わりましたけどいやだからあのまあ大体ね樹海に行かれてまあ声が聞こえたとか何か見えたって話もある中でそこに行ってもやっぱ何も見えないってことはやっぱ霊感がない方なんですよね。 そうと思いますなのに今回コラボしていただきましてありがとうご皆さんね僕も手相を見させていただいてますんで大人気チャンネルでもう宣伝の必要は一切ないんですが概要欄に貼らせていただきますのでよかったらねチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。というわけでですね今回はこのお階段巡りなんですけどジョーさんの心霊体験とかはないということで。 やっぱりねこれ聞きたいと思いますはい。もう世界一危険な場所に足を運んでいるユーチューバーさんと言っても過言ではないと思いますのではい。はい、そんなジョーさんが今まで怖かった体験ああでもありますねそれはありますだって動画見てる限りでも、はい、一歩間違ったらこれもう命取られてますよねっていうのもいくつかありますよね、はい、はい。ありますねだから 生きてるんが不思議かもしれないですね。<ー>はい、みたいな体験はあります。さて、今回それを。いくつかあ。あ、いいですか。人、はい、バージョンですよね。自然的脅威とかではなくて、人バージョンですよね。一コアってことですね。はい。わ、はい、かりました。じゃあお願いいたします。はい、撮影で、僕、いろんな場所に行くんですけど。例えば、インド行った時の話でしたら。インドのバラナシに、あの。政府公認の。あの。麻薬を打ってる。 組織みたいなのがあるんですよ。政府公認の組織があるんですか。はい。で、インド政府公認で麻薬を売っていると、で、そういうまあタイマとかを売ってるみたいな。 そういうようういいよな組織があるっていう風に情報では聞いて、まあ、ほんまかどうか分からないですで、あでその,その辺のインド人捕まえて、まあ、どこにあんねやどこにあんねやどこにあんねやって聞いていったらもうそれを知ってるっていう人物が現れたんでもうその時もう僕もうむちゃくちゃやったんであのもう言うたらもうコンプラもまだ YouTuber が緩い時代で何年ぐらい前ですか あでももうそれは6年前とか7年前とかでコンプライもまだまだ YouTube は緩くてだからこそもうディープな部分とかもそのまま映し出すみたいな、はい、もう潜入レポっていうんですかねもうジャーナリストみたいな感覚でぶっつけ本番で行くって感じだったんですけど、はい、まあその当時のカメラマンとあともう一人友達とで3人で行ったんですよそこに。はい あのー、もう小屋みたいなとこやったんですよ、うん、案内されたんですよね、ええまあ、政府公認とうえどもみたいなうん違うやろみたいな <laughs> ほんまにバラク小屋みたいなとこに案内されてそれ昼間夜どっちですか時間帯ある昼です,昼,ですあ昼間にはい、はい、でこうやって入ったんですよね、はい、あこっちこっちこっちおいでみたいな中はもう電気ないんですよ、うん、もう真っ暗なんですよだからもう中はもう窓とかもなかったんでもうこんなんですへえ<ー> そのまま案内されて何が欲しいんや何がが欲欲ししいいいややみたいな感じでで僕らその時まあ隠し撮りしてたんですよね胸、はい、ポケットとかに iPhone 入れたりとかしてポケットにまあ別の iPhone 入れたりとかして隠し撮りしててもう知ってるワードしか分からないんで例えば「タイマー」とか言っ,て言ってみたりするんですよ分からないながらもその当時でじゃあ階段上がっていくんですよ、はい、本当に長屋みたいな感じ長屋というかなんていうんですかねその小屋みたいな感じで昨日階段上がっていって、うん、ほんでまあ何個か持ってきたんですよね、はい <laughs> じゃあパッってもうなんかこういうろうそくとかちょっとした明かりはついてたんですけど、はい、全部の電気がバンッて消えてほん、はい、じゃあ初めその見してくれてたんが23人やったんですけど、ええ、こうやどうやとかやってでこうライトで見してくれてたやつが23人やったんですけどバンッ電気消えた思ったらってこうなんかこう。 あたりがもう五六人に囲まれてしまって、気配がしたんですね。はい、五六人に囲まれたなと思って、で、なんかこう。焦れるような口調で、わって会話してるんですよ。はい。はい。だからもうやばいと思って、ダッシュでも。あ、逃げて。ええ、で、ちょうどそのもう一人の友達、カメララマンと僕と、で、あともう一人の友達を最後扉の前に。置いとったんですよ。ええ。万人として、だからちょっとだけ扉開けてもらってたんですよ。だからもう。 ーッとダッシュしてすぐ扉開けてもらってで走って逃げたんですけど3人で逃げられたんでですねももうしばらく追いかけられましたね何分間か追いかけられてだからいやほんまに危なかったなっていうそれって、はい、やっぱりこの日本から来た謎のやつらが、はい、なんかその麻薬のことをやたら聞いてる時点でもうちょっと怪しいじゃないですか。はいはい、でそれをこうまず連れてきて、はい、で小屋の中で「はい、じゃあ」って言った瞬間に真っ暗にして。はい やっぱりれ何かこういやまあ多分もう強盗しようと思ってたんじゃないですかねそれこをう伺ってたんやろうなというのは思いますねはいでそのもう小屋の中にもう入れ,入れ込んじゃってっおびき寄せてたってことなんですかはいだからもうんか空気感的にああもうこれ絶対行かれるなっていう空気やったんでかなり危ない状況でしたねでうわーって逃げたんですよね、はい よく逃げられました、ね、ち,ょちょっと待ってちょっと待ってみたいなちょっとなんかもうトークをずっと続けてはいあのもう何かトークを続けないと何か起きそうやなっていう雰囲気やったんでだ,だん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 ざわざわしだして何かに囲まれてっていう状況やったんではいだから一応だから僕はその買うっていう体で言ってるんではい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 何かを買うんだっていうだ、うん、からお客さんみたいな体やったんでそのお客さんであるっていうアピールをしながらでもやばいってなってダッシュで逃げましたね,なるほどね はい、いやだからそれはまあ多分政府公認とか多分嘘やと思うんですけど普通に考えたらありえないですもんねありえない状況ですよねは,<ー>はいいや本当に一歩間違ったらでしたね一歩間違ったらですねいや無茶無茶してますねむ <laughs> しましたねあの時は、はい,いやまずもうやばい話なんですけど、はい、こんな話がいくつかあるわけですかそうですねもうちょっとあの時はもう心臓飛び入れるか思いましたけどはい よく今普通に話してますし、<laughs> その後もよく海外あなた行ってますね。いや <laughs> いや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 、もうでも今はもうやってないですけどね、<あ>そういうの、さすがに。そっか、さっき手相見たら頭脳性短かったですもんね。はいあ <laughs> あ。だから、あの時もう何も考えてないですよ。もうそういうのあったらよし、行こうみたいな。<laughs> はぁ。い。いや、本当に運が良かったからっていうのはあったんですね、い,、はい、いや、だからもう今はどうかしないですけど、インドのそのバラなしはやっぱり闇が深かったですね。 そういった意味で、はい、もういろんな裏の部分を垣間見ましたね。他にもあったんですか。あ、えっとバラナシでも他にもありましたよ。そのソナガチっていうエリアがあるんですけど、はい、まあ言うたら何て言ったらいいんですかね。えっと風俗街ですね。風俗街みたいなエリアがあって、ただその何て言うんですか。インドって昔カースト制ってあったんじゃないですか。カース制度ですね。があって、それがいまだにちょっと残ってるんですよね。うん、はい なのでやっぱりこう貧しい方々っていう異ってで貧富の差も激しいんですけどただからやっぱその風俗街とかもそのソナガチってエリアは割とそういう貧困層のの方々が住んんででるるエリアの周辺にあるそういうい風俗街なんですよまあ雑居ビルみたいなところにそういう風俗ビルみたいなのがあってもうビルっていうかほぼ廃墟なんですけどはいだからもう何て言うんですか もう廃墟をイメージした方がいいですね。もうあれ建物がもう石石のなんていうんですかね、もう錆き切ったような汚れたようなビルなんですけど、そこにまあ言ったらなんていうんですかね、いろんな部屋があるんですけど、<ー>はい。でもなんかもう扉もとかもないんですよ。うん、もうだから廃墟の一個一個の部屋にベッドドーンみたいな感じなんですけど、外からもう丸見え状態っていうぐらいのあそうですそんな感じです、はい、そういうような。 そういう風俗ビルみたいなのがあるんですけど、そのがち停電で、なんかその最底辺って言ったらおかしいですけど、の、そういう風俗ビルっていうか、風俗街があるみたいなっていうふうに、あの、聞いてたんで、情報で、はい、じゃあなんやそれはっていうことで、それも行ってみたんですよね。もう考える前にバーっ行ってみようと思って、んで聞いてたのは、本当にもうそこに行って、そういうような性行為をしたら、もう。 まあ八割はもうそういう性病をもらってくるみたいな<ー>だから僕はそのやるとかそういうことをするわけではないですけどお金払ってするわけではないですけどさっきみたいにそのお客さんっていう体で見してくれっていう体で行ったんですよねの中の実態を調査したかったってことですねはい、はい、いろんなやっぱこう部屋に案内されるんですよじゃあ あの女のの子が客引きをしてくるんですよねその部屋の前に立てて、まあ、部屋の中からですね部屋の中からこうおいでよみたいなで部屋の中パッて覗いたらほんまにもうあの廃墟の部屋何のなんか内装とか絨毯とかもないんですよにもうほんまなんていうんですかねもうシャシャのベッド古いベッドドーンって置いてるだけなんですよね。聞いたらそこであのもうその女の子は生活してるみたいなんですよ。<laughs> でその女の子をパッて覗いたらほんまに「えっ!」ってもうちょっと引いてしまったというか悲しくなって「うんね、えっ!」みたいになってもうなんかこうやって「こうやってあれってやってるんですけどもうなんか目の奥がなんていうんですかねもしく笑ってるはいうっていう状況ででこう一部屋一部屋こうやって見ていくんですよね。 見ていったら本当にだから少女たちがそこで暮らしていってるんですよね。まあいくらやったか知らないですけどとんでもない金額なんですよ。日本円で言ったらほんまに千円とか二千円とかの世界で。やっぱりインドのそのバラナシたまにこう日本語喋れる人いるんですよ。なんか片言で何々何何何みたいなありがとうありがとうこんにちはとかそういう風うにたまにやっぱ日本人の観光客が多いんででぱってこう。 覗いていったら、一人の女の子が「こう、「おいでおいで」とかなんか「あこんにちはこんにちは」とか言ってきたりとかするんですけど一人の女の子がこうあと僕が覗いた時にこう口パクかちょっと声ウィスパーボイスみたいな感じで「助けて」って言うてきたんですよね。でもうゾッとして「あっかんこれやばいわここ」ってなって。 そこのその時のマネージャーに「あかんわここほんまにあかんわ」うんちょっと出よう」って言ってで出ていきましたねいやだから多分その「えっ、ー!」の場所ですよね連れて行かれたそういう子供たちがそこで働かされてるっていう状況の場所ですよねうんまあじゃないとやっぱああいうその少女がああいう劣悪な環境で はい、しかもああそこからも出れなない状況なんですよねあの沖合の状況から出れない状況なんであそこでもうずっとずっと暮らしててっていうはいだからなんていうんですかやっぱそのカースト制のカースト制自体はなくなりましたけどそういうような部分っていうのを垣間見た瞬間でしたね。はあ、やっぱり世界でねはい 本当にそうういだから多分いきなり連れて来られた子たちも絶対いるはずなんですよね。うんはい、かもしくはその親に、はい、そうやってこう売られたっていう人とかだからインドはそういうちょっと怖さ貧しさっていうのは感じましたね。うんはい、だってやっぱりこうホームレスの方とかでも。 インドの方ってやっぱ自ら自分の子供ので物乞いしてたりとかするんですよこう抱っこして「かわいそうやからこうチップチップチップ」って言ってそうですいやだから <laughs> やっぱかわいそうに見られるからだからそれでチップとかを要求するようなとかいやちょっとなんか。 普通じゃありえないようなそうです、ね、はい環境界も見ましたねなんかもうそれの親がもうダメだってもうなんかもう言えないでもそうしないとっていうようなはい場所ってことなんですよね、はい、そうですよねだから本当にそういうまじさがゆえのもも変えられないですけどね <laughs> そうですよねもうだからちょっとどうしようもできない感情というか僕自身がだってそれをねいきなりこう連れ出す わけにもというかだからもうそのなんていうんですかね動画自体も結局アップしてなかったですね、はい、ただそういった場所を実際に足運んでこう見て感じて帰ってこられたわけじゃないですか。はい、どういう自分はこれを伝えていかなきゃとかどういうことを感じられるんですか、はい、ジョーさん。いやそうですね。いやでもやっぱりこう 何が自分にできるんだろうとかっていうのはすごく考えますねその貧しい場所とかをそのインドやったりとか発展途上国のそういうところってちょく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 見に行ったりとかしたんですけどまずはその日本人に生まれたっていうことがどれだけこうその時点で豊かなことなのかっていうところとかつその今に今自分がこうやって普通に飯食えて普通にこう働けて。 勉勉強強したたいことがあったらすぐ勉強できてとか本当にこう自分自身の今置かれていることに対してまず感謝しなければいけないっていうのとあとは特にこう日本人の人たちに伝えたいなって毎回思うのはなんかみんなが置かれてる環境っていうのは当たり前じゃないんだよっていうのと日本人に生まれた時点で才能なんだよっていうことをなから今からその世界っていうのを変えることっていきなりはできないかもしんないですけどでもやっぱり日本人は夢を 追うなんか能力という環境があると思うので、なんかそこは本当になんかみんなは実感してほしいなっていうのは世界を見たりとか行動していろんなことを学んでほしいなっていうのはすごく思いますね。今なんかなかなか自分の夢が見つからないんだとか、はい、っていうふうに思った方いるかもしれないけど。はい 夢が見つからないっていうか、はい、夢のことを考えられる時点でかなり恵まれてるんだっていうとこです,ね,、はい、ですね。いや本当にそうやと思いますね。いや、うん、これ実際ね見てこられてというなんかごめんなさいあのちょっとね体験した怖かった話をね、はい、ここは聞いていきたいんだってところだったんですけど、はい、何かまた全然別の方で、はい、でもやっぱりなんかこうすごく。 見てきたならではのなんかすごく、はい、重い言葉、はい、体験談聞かせていただけたので、はい、本当に貴重な。はい お時間でした。ありがとうございます。いや,い,やいや、あやの、まだまだね、こ、はい、の世界でいろんな、まあ、体験されてるってことなんで、はい、ちょっと今回この辺で。また、近い、お付き合いいただいてもよろしいですか、はい。はい、いすみ、はい、ません、ありがとうございます。ますえー、今回のコラボさせていただいておりまして、僕もですね。えー、ジョーブログさんの方に、出させていただいております。はい、手相もね、見たりとか、はい、ただ途中なんか、手相を見る時間よりも雑談の方が長くない?。<laughs> <laughs> かもしんないですね。あのー、こんだけ温厚なジョーさんが、はい、そろそろ手相見ろよ、みたいな言ってましたもん。<laughs> 出てました。田さんずーっと喋ってくれるから。<laughs> はい。こいつ手相見たいなーって思ったんでしょうね。ずーっと褒めてくれるし。はい。かその辺のドラマもね、皆さん見ていただきたいと思いますので。はい、あいはい。概要貼っておきますので、ぜひね、チャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。また、じゃ次回お願いいたします、はい。よろしくお願いします。と,<か>とういうわけでゲスト、ジョーブロ画よりジョーさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。